さあビーバスパーク行きましょう。まずはね、無印クラッシュブラスターでハイパープレッサーがスペシャルなんでね、塗りはどうかな。はい、まあまあロングブラスターとかホットブラスターよりは弾の数が多いんでね、濡れる気はするけど、はいはいはい、結構濡れてるでしょ。意外とハイパープレッサーって当たるんだよね。おお。ロングブラスターとかホットブラスターよりはよっぽどキル取れるし濡れるなっていう感想。ほらすごくない？見えてないんだから。言ったな、こっちの音か。よくやられなかったね、相手ね。さあ、結構うわわわ、いやーそれはやられるわ。544か。こうやって考えるとロングブラスターもさ、ホットブラスターもさ、600、700乗ってたからね。あ、塗る気なのかな。いやいや、そんなことがしたいんじゃないのよ。あれ？落ちたね、今。クラッシュブラスター無印は、698になりました。はい。さあ、やってきました。ショッツルですね。クラッシュブラスターネオ持ってきました。これはまあ、ミサイルなんでね、スペシャルが塗れるんじゃないかな。はい。やっぱりね、なんか音が途切れる。なんだろう。ちなみに、IO データの、HD ミックスキャプチャーっていうのを使ってるんですね。で、それのね、なんか調子悪いなと思ったから、それもアンインストールして入れ直して、で、さらにはね、これパススルーって言って、モニター使ってるんですよ、これ、収録するとき。ほら、また途切れたでしょ？収録、ラグがないようにね、パススルーって言って、モニターを使って、ラグなしで今できてる環境にあるんですけど、でもね、ダメみたい。ちなみに、HDMI もね、変えてるんだよね、新しいのにね。まあ、新しいって言っても、まあ、新しいやつか。この IO データに、ゲームキャプチャについてきたやつだから、ずれるじゃないか、飛ぶのか。わかんない、もう。パソコンも再起動したし、で、パソコンだってね、
なん G3 ってやつかな、あのデルのやつ使ってるんですけど、ゲーミングパソコンだからまあそんなに悪くないと思うんだけどね。そう、だからあの環境は悪くないと思うんだよね。でなぜゆえお手上げでした。この音がずれるっていうのに関してはちょっと申し訳ないんですけど、いや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 、塗りたいぞ。あとちょっとぐらい塗らせてくれ。はいはい、852ブラスターで塗ってるんでいいんじゃないのかな。はい、今回の動画は以上となります。はい、最後までご視聴していただきありがとうございます。ではね、また次の動画、次の武器でお会いしましょう。バイバイ。